単獣酸、単獣産、単獣酸、バイルアシッドは、哺乳類の単獣に後半に認められるステロイド、誘導体で、コラン酸骨格を持つ化合物の総称である。単獣酸の主な役割は、消化管内でミセルの形成を促進し、食物脂肪を吸収しやすくするものである。肝臓で生合成されたものを一時単獣酸という。また一部は、 長官で微生物による変換を受け、その代謝物は二次単純酸という。単純酸は通常グリシンやタウリンと結びついており、これらは、方合単純酸、単純酸事をと呼ばれる。人での代表的な二つの単純酸は、コール酸とケノデオキシコール酸である。人の単純酸の比率は、一次単純酸である、コール酸、80%、ケノデオキシコール酸、2%、 腸内細菌の単純酸マイナス 7α、デヒドロキシラーゼにより 7α、デヒドロキシ化された二次単純酸である、デオキシコール酸、15%、リトコール酸、微量である。単純酸、グリシンまたは、タウリンとの包合単純酸、7α、デヒドロキシ、脱水酸誘導体、デオキシコール酸及びリトコール酸は、人の腸内での単純から発見されたものである。 肝臓の疾病によって血液中に放出されるので肝臓病の検査に用いられることがある。検出法としてはマックスフォンペッテンコーファーが発見したペッテンコーファー反応がある。これは飼料にグルコース加えて硫酸を添加すると飼料が赤色になるという反応である。単汁酸は肝臓にてシトクロム P450 の作用でコレステロールを 酸化することにより酸性される。単重酸はタウリン、アミノ酸であるグリッシンと結びついて、あるいは硫酸児をグルクロン酸として脱水により塩にまで濃縮されて胆のに蓄えられる。人においては、コレステロール 7α 水酸化酵素により、ステロイド間の7の位置に、ヒドロキシモと水酸元が付加され 7α、ヒドロキシコレステロールが合成される反応が、 立足反応となっている。食事をすることにより、胆のに蓄えられた、方号胆汁酸は腸内に分泌され、食物脂肪の乳化を促進する。胆汁酸のその他の役割としては、体からコレステロールを排出すること、肝臓から胃化生成物を胆汁分泌の際に排出すること、乳化した脂質と脂溶性ビタミンを腸内で、ミセル化して、乳微関係から吸収させること、 海面活性剤として、細菌の細胞膜を溶解する作用によって、小腸内や胆管での腸内細菌層の形成を妨げることなどが挙げられる。単重酸とは、カルボン酸型、のものを言う。包合単重酸とは、カルボン酸と結合したものや四化、CO をマイナスしたものを言う。腸内の pH 環境では包合されていない、単重酸よりも、 方合単純酸の方がより4化しやすく、脂肪の見せる化をより効率的に行える。人以外のほとんどの種でも、単純酸の生合成は、コレステロールの代謝によるものが一般的である。人体では1日あたり 800mg のコレステロールを産生し、その半分は単純酸の新たな生成に使用されている。毎日、 合計で20から3 0ムの単純酸が腸内に分泌されている。分泌される単純酸の90%は、海腸で濃度を輸送され再吸収され再利用され、腸管から肝臓や胆脳に方合単純酸が移動することを、腸管循環と呼んでいる。これは、少ない方合単純酸の酸性にもかかわらず、消化器官での大量分泌を可能にしているものである。 単汁は脂肪球を非常に小さな妖怪物に分解している。屠殺された動物の単汁は石鹸の原料にすることもできる。乳化作用により細菌の細胞膜を破壊し殺菌作用のある単汁酸が怪腸でほとんど吸収れるため、腸内細菌は怪腸以降の大腸を主な活動場所としている。単獣酸は通常グリシンやタイリンと結びついており、 これを、方号単純酸と呼ぶ。単純酸はそのままでは、組織を傷つける場合があるので通常は、アミノ酸と縮合して、方号単純酸となって存在している。人の場合、グリココール酸及びタウロコール酸は、いずれもコール酸とグリシンまたはタウリンと結びついた、方号単純酸であり、これらの二つで、方号単純酸の全体の約80%を占めている。 グリココール酸は化学式がクノ分子量465.6のコール酸とグリシンの縫合単重酸。人の単重酸のうちの3分の2程度はこの物質である。生合成はコリル COA とグリシンの反応である。タウロコール酸は化学式がクノス分子量515.7のコール酸とタウリンの縫合単重酸。 人の単重酸のうちの3分の1程度はこの物質である。生合成はコリル c o a とタウリンの反応である。方合単重酸はカルボン酸基部分に号または8つの炭素即さを有し、異なる場所にいくつかのヒドロキシ元を有する4つの管を有するステロイド核を持つ多数の分子群で構成されている。一般的な分子構造式で4つの管は 左から右に向かって A 管、B 管、C 管及び D 管と名付けられており、D 管は他の3管よりも炭素数が一つ少ない。ヒドロキシモとは、二つの場所に存在する可能性があり、β である、上側方向、実線で示される、α である、下側方向、波線で示されるのいずれかの位置となる。すべての単重酸は、 原料の分子であるコレステロールに由来する C−3 の位置にヒドロキシ元を有し4つの管を持つステロイド核は平面的であり C−3 のヒドロキシ元は β となる。多くの種で単重酸性合成の最初の段階は C−7 に α ヒドロキシ元を付加することである。続いてコレステロールから単重酸に変換する過程において A 間及び B 間のステロイド間の結合が変化し、分子が曲げられ、C マイナス3ヒドロキシ元が α の方向に変化する。これゆえ、通常の最も簡単な24の炭素数の単純酸は、C マイナス 3α と C マイナス 7α の位置に2つのヒドロキシ元を有している。この構造の科学名は3 7、3α7。 アルファアヒドロキシマイナス 5β コランマイナス24オイクさんであり、一般には、ケノデオキシコールさんと呼ばれている。この単純さんは、アヒルから単理されたことから、ケノの部分の名前の由来となっている。もう一つの単純さんは三つのヒドロキシ元を有する、コールさんであり、ケノデオキシコールさんは二つのヒドロキシ元を有し、ヒドロキシ元が一つ少ないことから、デオキシコールさんの名前が付けられ、 5β の部分の名前は、ステロイド核の A 間お及び B 管の連結の曲がりを意味している。コランは C-24 にカルボン酸元があることにより、名付けられた。ケノデオキシコール酸は、数多くの種で産生されており、単純酸として優れた性質を有している。その最大の欠点は、腸内細菌の働きにより 7α のヒドロキシ元が脱落させられてしまうことであり、 その結果として、3 α にしか、ヒドロキシ元が残らず、リートは石を意味するリトコール酸に変化してしまう。この化学物質は、水溶性に乏しく、遺伝子レベルで細胞に、かなり有害である。肝臓で酸性される、単汁酸を一時単汁酸と呼び、腸内細菌の働きで新たに酸性されるものを二時、単汁酸と呼ぶ。これゆえ、 ケノデオキシコール酸は一時単重酸であり、リトコール酸は二時単重酸である。リトコール酸の酸性によって引き起こされる問題を解決するため、多くの種は、ケノデオキシコール酸に3番目のヒドロキシトを付与している。このことにより、腸内細菌の働きにより 7α のヒドロキシトが脱落させられることに対しても、結果として二次酸性物の毒性を弱め、かつ、 二つのヒドロキシモトを有する単純酸として引き続き機能を切ることとなる。脊椎動物の進化に際して三番目のヒドロキシモトの付加箇所がいくつか選ばれている。最も多いのが 16α の位置であり、鳥類に特に多く見られる。あとに、この位置は多くの種によって 12α の位置にとって変わられる。人を含む 霊長類は3番目のヒドロキシ元の位置として 12α の位置を利用している。この結果として人は 3α、7α、12α、トリヒドロキシマイナス 5β コランマイナス24、オイク酸を単重酸として利用しており、一般的にコール酸と呼ばれている。腸内においてコール酸は脱ヒドロキシ期化を受けて2つのヒドロキシ元を有する単重酸である。 デヒドロコール酸が賛成される。数多くの脊椎動物において種分化が進んでおり、新たな種は 12α の位置を捨てて、即差の c-23 の位置を好んでいる。このことは、脊椎動物の多くの種は、ステロイド核及び、即差の考えられる限りの位置のヒドロキシ元の位置を、進化の過程で試し属ていることを示している。主要な単純酸は、以下の通りである。 肝臓で生合成されたものを一時単重酸という。一時単重酸の一部は腸管で微生物による変換を受け、その代謝物を二時単重酸という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。